でしょ。お姉ちゃん病気なの？うん、筋肉がなくなってく病気なの。ゆうくん、ママ。不自由な体、両親からの虐待、いじめ、進行性筋ジストロフィーで23歳までの寿命を宣告されながらも強く生きていくことを選んだ今28歳、森山加佐穂の真実の物語。こんなことどうして自分でできないの？手が上がらないの。そんなはずないでしょ。ほら、本当だって。嘘つくんじゃないわよ。体が変なの。病院に行きたい。そんなこと言ってサボりたいだけでしょ、この怠け者。ちゃんと学校行きなさい。私が体の異変をいくら訴えても親も誰も信じてくれなかった。ね、お母さん具合が悪いの。トイレに連れてって。何甘えてるのよ、勝手に行きなさい。私の部屋はいつも下水の匂いがしていた。自分が嫌で嫌で仕方なくて、他人が怖くて怖くて仕方なくて、どこにもいる場所がなくて痛かった。生きていたのは私の意地。死をもって屈服だけはしたくなかった。不自由な体、両親からの虐待、いじめ、進行性筋ジストロフィーで23歳までの寿命を宣告されながらも強く生きていくことを選んだ今28歳、森山加佐穂の真実の物語。あの頃の私は
毎日の辛い現実から逃れたくて本の世界に没頭していた。そうすることで自分というものを保っていた。違うよ。まだ終わりだよ。カザホさんのことなんですが。先生、本当にご迷惑をおかけしてすみません。